千夜役の七海ひろきです。月子役の内田真彩です。千夜が戦わないならそれでいい。夢の中であった俺の中の千の傍らたち、千鬼夜行。私が演じている千夜は第1部の世直し兄弟編では感情が表に出ない役柄で、ちょっとまあ何をまだ考えているのかわからないというような役柄だったんだけど、今度のこの千馬混沌編第2部になると今までの記憶が記憶喪失になってなくなっちゃって、そうだから人格形成とかもここから始まるというキャラクターになっていて、でも根っこの部分はすごくこう優しくて、あんまり戦いとかが本当はそんなに好きじゃないっていうキャラクターではあるんだけど、だから自分がすごい強い力を千の傍らを持ってるんだけど、でもそこで戦わないで人間になりたいっていうふうに思っていくという、そこからどうなっていくのかっていうのが、まあ今回の千馬混沌編での、まあ、千夜のキャラクターかなって。最初の印象よりも男の子っぽくなったなっていうのがあって、それが本当にこの1話からちゃんと描かれてて、新しいストーリー始まった感じめちゃめちゃありますよね。特に本当に1話はもう無の状態、無の真っ白真っ白、ねえ、ね、なんか人が変わっちゃった、本当に人変わっちゃったみたいなそうそう、だから1部から2部を見た人はすごい、えどういうことってすごい思うかもしれないけど、そこからがまあ面白いのかなと思います。はい、ね、そんなね千夜と出会う月子、はい、月子はこの千馬混沌編からのお出番だったわけなんですけれども、まあ、千夜と出会って、まあ、この戦いに、まあ、巻き込まれていく、まず女の子というところで、千夜と出会うことで本当にいろいろな試練を与えられてしまい大変な思いをします。お父さんを亡くしてっていうところから強くなって、で千夜を私も守りたいとこう思うようになって、心と体と両方ともこう育っていく感じが、私はこう演じてて一つ一つ階段を登っていくようで、あれってなんかこう私も驚かされるシーンが多いというか、こんなに強かったかなっていう。わかる、なんか月子はまあ最初からすごい多分芯はあるけど、それがどんどん強くなっていくし、めちゃめちゃかっこいい、かっこよくめちゃめちゃ最初からセンスは多分あったと思うんですけど、でもそれがちゃんと自分の心で強くなりたいって思いを持ってから、もう後半になっていくにつれて千夜を尻に敷くそういう場面が結構たくさん出てきて、ね、千夜がねうじうじしててなかなか決めないからそうそう本当にだけどその2人の関係性もいいなと思えるような成長していくので、本当月子は成長も見守ってほしいなと思えるキャラクターですかね。